やっちゃれ。今回挑戦するのはときめき王子にプロデュース。やっちゃれの男性陣の皆さんにときめきを与えるような存在になってほしいということで、川本さんと赤ペン滝川さんを私たち2人がときめき王子にプロデュースしちゃいたいと思います。これで外でガンガンいける？家庭持ってる2人のね。さあルールを説明します、はい、これからですねあるシチュエーションを発表いたします、うん、そのシチュエーションに合う中高生がときめくワードをそれをですね中西さん宮崎さんが考えそれを川本さん赤ペン滝川さんがカメラに向かってやってもらいます。じゃあ僕のセリフを考えてもらうってことですね。はい考えます。頼むぞ。高校の休み時間曲がり角で男性とぶつかってしまいました、うん、必死に謝るあなた、うん、そこで出た男性の言葉とは。それではシンキングタイムスタート。どうしよう。まずはシンキング。本当にごめん。いやもうちょっともうちょっと。本当にすみません。いやもうちょっとパンプリ。男の方は13、女の子は11で。憧れます。そう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 。タバコは捨てる。それは中学生だからダメ。さあスタンバイよろしいでしょうか。オッケーです。では行ってみましょう。すいません。ごめんなさい。全然大丈夫。あ、ごめんね、荷物いっぱい落としちゃって。こんなにいっぱい荷物持って。すいません。どこ行くの？以上となります。なるほど。決戦の差し場ですか？大きな荷物を抱えていたと、使ったにもかかわらず、もうさりげなく持ってあげて。一緒に持っててあげようとした。こんな説明してる時点でもうこれはちょっとね脚本に問題あるかもしれないね。高校の休み時間曲がり角で男性とぶつかってしまいました。必死に謝るあなたそこで出た男性の言葉とは。アクション。すいませんごめんなさい。お前どこ見て歩いてんだよ。すいません。お前が怪我すんだろ。はい終わりになります。ちょっとゾッとはしましたけどでも最終的にはなんか優しさでしたね。そうですね。あでも私の方がキュンとすると思う。いや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 。放課後気になる男性に思い切って告白。思わぬ言葉にときめきなんて言われた。じゃあ先生そうだねそうだね。じゃあ自信の方はありましたありましたもう曲とかかけたりするなんかと宮崎チームがですね役者さんの方から台本を変えるように指示が入ってますね。そんな感じ悪い言い方で出たかお前ときめき出たか。さあものすごいいかつい作家さんが入ったみたいですね。今回は期待できますよ。センスがないっていうのはよくわかります。やろうとしてることをうまくまとめるどうしたらいいですか。最初はね、それで先生、高校教師で彼女は高3で視聴覚室に先生が呼ばれたっていうそういう設定です。放課後はい。あどうしたの中西お前。3年間担任していただいてずっと思ってたんですけど。どうした？好きです。ああそうか。よし分かった。嫁と離婚する。ありがとう。ちょっと2人声急にコントになったんですけどでも何が一番その女性が嬉しいか、その答えはやっぱそうだなと思って。見てる側はちょっとなんか違うな。ジャブみたいななんかあった方がいいのかな。さあそれではお二人設定の方お願いします。ああ作家さん設定どうですか。よいアクション。元気ですか。元気だよ。聞いてほしいんですけど、うん、好きです付き合ってください。ごめんちょっと今の告白はちょっとなかったことにしてもらっていい。明日俺から告白するから。おーおー、はい、オッケー。あとごめんって断るくだりとかはお二人が？いや違う、あ、作画全部逆に。その前のパターンやってみましょうか。その前のパターンお願いします。宮崎プロデュース、宮崎プロデュースいきます。好きです、付き合ってください。え、俺の心の中を知ってるって予言者？はい、中西チーム勝利。予言者ってびっくりしません？思いがけない一言じゃないですか。予言者って言われたら怖いよ。死ぬほど恥ずかしかったよ。中西チームおめでとうございます。勝者にですね、こちらオレンジボンボンをプレゼントいたします。これ、からのあれね、なんと恋愛運を上昇するアイテムなんだよ。なんでこの恋愛運が上昇するアイテムがプレゼントかというと、実はですね、ときめき満載のこちらの映画でございます。ママレードボーイ。1992年から95年までリボンで掲載されていたママレードボーイという少女漫画をついに実写映画化させた作品でございます。これめちゃくちゃ大ヒットした少女漫画で、どういう話かっていうと、桜井さんのご両親が急に言うんですよ。離婚します。ハワイ旅行で知り合った別の夫婦にお互い一目惚れして、パートナー同士を交換して再婚しますって言い出すんですよ。お父さんとお母さん言うんですよ。ご安心ください、離れません、一緒に住みますって言い出すんです。2家族がシェアハウスを始めるんですね。季節して同い年の男の子と同居が始まってしまうという話で、もう前半戦はね、まあ急にシェアハウスで2家族住むようになって、まあ距離もケンケンしてるんです最初は。だん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 仲良くなってきて、中盤からこのご両親が持っているある秘密がね、だん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 明かされていくんですよ。ものすごいハラハラするような、両親の秘密に迫っていくような流れになっていくんですよ。桜井さんがですね、割とこうツンデレというか、ちょっとツンツンした女性なんだけれども、こう吉沢さんのさまざまな仕草とか言動にだん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 心が溶けていくんですね。だからぜひ行け。アンジュルムからお知らせです。5月9日発売のニューシングル「泣けないぜ共感詐欺」裏原バー、君だけじゃないさフレンズ2018アコースティックバージョン3曲全部聴いてください。そしてですね、アンジュルムのライブ、アンジュルムコンサートツアー2018春10人十色プラスの千秋楽がですね、5月28日日本武道館で行いますので、ぜひ遊びに来てください。はい、そして4月18日発売、ジュースジュース10枚目のトリプル A 面シングル「セクシーセクシー泣いていいよビビットミッドナイト」3曲とも全然違う感じになっていますので、ぜひ3曲とも聴いていただけたらなと思います。そして4月28日からはジュースジュースライブギア2018ゴーアヘッドスペシャルと題しまして、ホールコンサートツアーも始まりますので、こちらもぜひチェックよろしくお願いします。番組を見てくれてありがとうございます。これからも楽しい挑戦いっぱいなので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではせーの、やっちゃね。